こんにちは、映画決める花と源と。早速じゃあニュース行こうか。いっぱいね。いっぱいある？いや、賛成のニュースいっぱい。言った。いっぱいじゃない。じゃないか。はい、今日は4つ送ってくれたのか。じゃあ1つ。一番上から行こう。そうね。モンユアですか？はい、モンユアです。モンユアで、あの戦争、なんか世界で大きな戦争。第二次世界大戦。第二次世界祭戦？難しい。世界大戦。世界大戦。大って大きな大？そうこれ。第二次世界大戦。はい、ありがとうございます。はい、その時からのあの船。その時使ってた船？はい、その時からの、そう、あれがなんか今モンユアのあの海岸というかあの川の近くにあります。あれをね、なんか多分ニュースを書いてる人はこのなんか昔の船だから、うん、あの今なんかたくさんのビジネスの人たちを募集していますって、政府が。そう、ビジネス、例えばこの上に何だっけ、レストランとか。そういうなんか観光場所とかそういうためかな、何のビジネスかわからないですけど、なんかビジネスしたい人たちを募集していますけど誰も来ないで。そうですね。あれか、じゃあこれを再利用してあの何かの観光開発にしようっていう話かな。はい、じゃあ星座ここでオープンする。そうですね。まあでもほら川つながってるからね。いや、ね、そうです、運ぼうと思えば運べますよね。できればヤンゴンがいいな。本当や。最終的にはヤンゴンかな。あの星座みたいなゆっくり音楽となんか少しの光とあの川からの風とかといいな。じゃあそういうバーを開けばいいのかな。これでもどこも集まってないんだまだ。そう、なんか誰も来ないって。だけど今なんかの人がなんか言えない人たちはここに住んじゃってますね。そう、本当だ。そうです、そうです。ね、私レストランしたいな。レストランみたいな、なんかそういうコーヒーとかなんかゆっくりなんかコーヒーのカフェとかにしたいですね。そうだね、船の上だったらそれがいいか。そう、モンユアって。でもね、ザガイン管区の方だからね、マンダレーから3時間ぐらいかな。外国人とかがね、別に来そうにない場所だから。そうですね。なかなか観光開発ってね、難しいかもしれないけど。じゃあ、ハナ、ここでお店開く？そうですね。そうですね。キレイクもの、そうですね。キレイクやるから、ちょっと人来ると思います。じゃあ次行こうか。はい。これは何だろう。あれは南高のなんだっけ、が萌え川ナイトマーケットを作りました。おお。ほほ。入ってくるね。うん、そうです。はい。ガーナジーボスはインレットがあるのだから。川の近くに作りますので、インレみたいになるかなって花の質問は。ああ。どうなるかな。インレの上に浮いてるような感じかな。そうそうそう、あの水の上にナイトマーケットを作るか、そうじゃなくてなんか近くに通過、そういうなんか質問ね、花の質問はここに書いてるのが、うん、川のそばにジーボード書いてるよ、水の上だよ花。そうですね、水の上で書いてる、うん、そうそうそう、水の上。本当だ、カンナイエポニアゼって書いてる。そうそうそう、今なんか YCTC とか、あとなんかこの町の首相とか全部チェックしてますって。あ、そうなんだ。じゃあそこで星座やろうか。蚊いっぱいかな。確かに、リンが酔っちゃうから、ね。うん、そうですね、はい。やめとこう。確かにね、何も飲んでないのに酔われてもね。この写真にね、なんかゴミとか一つも入ってないよね。いや、そうそうそう、綺麗だなと思って。綺麗よね。うん。はい。なんかナイデンマークを作って、この川がなんかゴミばかりになっちゃうと本当に
あれが心配です、私はね。確かに。なんと思いますね。ねえ、それじゃとダメだよね。はい。そのニュースでした。次行こうか。これはなんだ？イルカ。このミャンマーのイアワリの珍しいイルカはこれからなんかなりそうになってますので、なんか今このメンバーたちを政府からもなんか対策みたいな、このそれをちゃんと守るようにできるように人2万人がサインを書いてて、サインをしてて政府にお願いした。署名を集めたんだね。そうです、そうです。今ね、ちょっとコーヒー、プレミアコーヒー、プレミアコーヒー、はい、コーヒーの箱でイルカの写真でやっていました。あ、キャンペーンに？キャンペーン。おお。なんかエアワディイルカとかそういうなんか書いてるパッケージを買ってくださいと、皆さんが。で、私たちは5000レッグドネーションしますと。おお。あ、プレミアムが、そう、プレミアムコーヒー、はい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 、この活動のために5000ラック寄付したんだね。そうです、寄付します。だけど皆さんもぜひなんかこのドネーションに入るように、なんかイアワリ年配のイアワリイルカのなんか写真とかあるパッケージ買ってくださいと。なるほど。それは皆さんのドネーションになりますと。ああ、そういうことね。まあこれでね、みんなでイルカを守りましょうっていうことだね。はい、そうです。で、神戸コレティセナーで33個ね、ちょっと今閉めたって。だらに33個もコビットセンターだったの？え、それはなんで閉めたの？わかんない、私もちょっと待って、頑張って読んで。当然、レゴシティアンで、前、ちょっと34個あるんですけど、今33個、今、前言ったの、ちょっと今閉めた。でちょっと偉いの人の名前ウイントゥイ、うん、ウイントゥイ、その人は微妙で言っていました。で今日までね、ちょっと寺の神戸コレティセンター、うん、人神戸あるの人5人だけあるで、あ、減ったんだね、めちゃめちゃ。はい、その5人で今新しいフィリスやあのやたかまで、ちょっと今薬やって、はそれという先生、はい、やっぱり頑張ったね。前は3、ごめんなさい、367人、うん、あるの中で今5人だけある。うんうん、いや、もう全然少なくなっちゃったから、コレティセンターたくさんなくていいねって話か。はい、そうですね。で、34個の隔離のセンターから33個閉めてるってすごいじゃないですか。そんなにあったんだね。今後増えたらまた、はい、考えます。本日も動画を見てくれてありがとうございました。面白い方ら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは花とケンとカズでした。